明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。こんな暗い中で夜何やってんだよって思うと思うんですけど、ここに来ます。限定のシフトカー、あのガシャポンシフトカー01っていう種類と02っていう種類、セブンイレブン限定版が出てるってことで、あの一応あの中はあのいつものガシャの筒みたいのに入ってるやつなんだけど、これ未開封で01をゲットしました。ありがとうございます。ただあの02があの俺店舗に出してるから、あの開けちゃってんのね、ここをこうやって、でそれを開けるのはまあいいけど、こうセロテープで止まってるわけじゃん。それをねブワーッとかって破いて開けてんの、店員さんが。そんなのばっかで、俺としてはやっぱ箱もちゃんと大事にしたいから未開封が欲しい。で01はねもう一個の店舗で新品をもう一個発注できた、あのちょっとワンケースで足りないので。けど02が発注もそっちが売り切れてて、で今んとこどこにもないっていう。今すげえいいスポットライトが当たってたんで言っちゃったが、02をとりあえず探しに今来てます。ということで今日はセブンイレブン巡りを、実は俺は夕方からしてんだけどねもうなん 5,6 個回ったんじゃない、個とか言うな、 5,6 店舗回ったんじゃない、なくて。ついでにスタンプラリーもしてるんですか。スタンプラリーはあのコムートーたちがやってきてくれたんでそれはもう OK です。はい、俺のなんだ、俺の出来のいいおもちゃたちがじゃないね弟子たちがやってくれてるんで、もうね今日ちょっとテンション高いよ俺。じゃあ行きましょう。昨日あたりからねテンション高いんだよね。行きましょう。はい、はい、知ってると思う。セブンイレブンの仮面ライダードライブのガシャポンシフトカー01と02。ガシャポンなんだけどなんか箱に入ってるんですよ。仮面ライダーと。それは車ですかね。車です。車は撮ってないと思うんです。多分あっちのもう一個向こうに店があるんですよ。なんかちっちゃいとこ。あっち、ここまっすぐ行くと、そっちは撮ってた気がするんですよ。マジっすか。箱、こういう。そう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 。そう。こういう箱に入ってて。こういう箱に入ってて、青と赤と2種類あって。2種類あって、でその区切られてなんか入ってる。そう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 。多分向こう撮ってた気がする。あ、行きます。多分で入り口の入ってすぐのところに。開けちゃってるよね。2回分欲しくて2種類あるやつですよね。2種類あって多分向こうで見た気がする。数多く取ってたらちょっと未開封残ってるかもしれない。開ける人によってバリーってやっちゃうから。あ、もう箱欲しい。箱もう箱ごと欲しい。あ、でもそれはどうですかね。分かんないですけど箱は行ってみます。そうですね、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ごめんなさい。よし、行くぞ。
ていうかさ、ちっちゃいとことか言って失礼なこと言って、まあ、ちっちゃいとこってここも今十分切ってる。てか思いっきり撮ってんじゃん。店員さんびっくりしたよ。もうちょっとさ、なんかさもうちょっと頑張ろうよ。えって今すっごい低くなっちゃうから、低くとか高くとかじゃなくて、もうちょっとこう離れとこうよ。ああえ お前何みたいな感じの、後ろの何っていう、なんで撮ってんの。普通に撮ってたから。嘘あり、うん、じゃあしまいますんで、はい、ワープワープ、はい、はい、2軒目。ちょっと閉めない、ナンバー映すなよって言っても、もう前に映ってるからね、カズ&リューが。さっき映っちゃった。まあまあ、7788です。ここから通れるよ。はい、いや未開封が欲しいんですよ俺は。ねえ、分かってる、はい、分かってる、ね、未開封か、さっきみあの俺が開けた時みたいに、うん、綺麗に蓋が開いてんのがいいよ、うん、あのバリバリなのやめてほしいんだよ、ね、うわ、ほらほらほら、これこういうさバリバリ感ね、ダメでしょ。あ、でも上蓋さ、見よう、これダメだろ。あそこにあるシフトカー、あれの未開封のやつってないっすか。さ、あれギリギリアウトだよね。買ってた方がいいんじゃない。飲んでだよ。やだよ。来たね。あれギリギリアウトでしょ、だって横。まあ上がね、上蓋がね、うん、残ってたっていうのはいいかもしれないけど、あれ横汚すぎだって。ダメ。はい、ワープ、はい、すいません。はい、うわうわ、ここでかいから、ここのね店舗は大きいので、ここでなかったら結構先行き暗いかもしれない。あの在庫がねあるとこだと、大きいところが在庫持ってるから、と未開封のあんのかなっていう感じ。じゃあ行きます。今ちょっと聞いてまいります
バーネイル。あ、ほんと？じゃあもうこれだけ？はい、これだけです。あ、え、青いのは未開封だったりする？未開封は、今これ出てるだけでございます。ちなみに、これの上の蓋って残ってたりします？上の蓋ですか？うん、ちょっと聞いてまいります。これさ、綺麗なんだ、開け方が。そうだね、ビリッと、ちゃんとカッターで。これはね、レベル高い。処分しちゃったみたい。あ、本当に、はい、分かりました。あ、いいこと考えた。これいただいていきます。はい、ありがとうございます。さっきのこそうどうそれでしょう。じゃあ8点です。はい、はい、4,320円です。はい、でお願いします。はい、よしなものです。はい、あ、ありがとうございます。はい、すいません、5000円お預かりします。680円。はい、はい、ありがとうございます。はい、チャンネルさん、あ、すごい長いですね。はいはい、あの、点数で、あ、本当ですか、キャンペーンのやつですよね。はい、よろしく、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。戻るぜ。分かった、何しようとしてるか。箱、はい、箱、あ、あ、あ、箱、箱、箱も、箱、箱、待って、箱がない。ねえ、お預かりします。箱が、箱が価値があったんですよ。420円のお返しです。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。危ねえ。はい、回してんの、まだ回してる。危ねえ、何するか分かった？うん、分かった、分かった。あの、俺いつもこのまんまだと保管場所が大変だから、全部面で切って、で、全部あの透明のビニールにピーって入れて、なんかまるでラミネート加工したかのような保存の仕方をしてんのね。だから蓋もどうせ切るじゃん。こんだけ綺麗だったら、さっきんとこの蓋のやつを買えば OK でしょ、はい、っていう、はい、そういう目論見です、はい、ただまあ、 あの中の個数がちょっと合わないから、まあ、そこはしょうがないから。はあ、じゃあワープです。そうすればただよ、欲を言えばあと一箱欲しいんで、頑張りたいと思います。うわー、うわー、戻ってきました。はい、ね、ほんとさっきムートーが言ったことって当たってんだよね。買っといた方がいいよってね、ね、当たってるよ。もしかしたらもう売り切れかもよ。ふざけんな、もう見つかるまで帰んないよ。帰れません、帰れません、見つかるまで帰れません。だってあの数量からしたらまだ足りないからね。そうなんだ。うん、買われちゃってんって8個しかないでしょ。12個入りだからね、うん、まあ4つ買われてるだけじゃないかって思うかもしれないけど、だって 3,4,12 じゃん。4種で3つずつだから4つないってことは結構1種類だけごそっとないかもしれない。でこっちでそれが全部フルだったらいいかもしれないとか、まあいろいろね、難しい年頃なんですよ。ちょっとさ、もう一回一応ちゃんと見ようぜ。まあさ、ここが折れてるからそういうのもあるんだけど。大丈夫？うん、OK でしょ。はい、はい、これでいただきます。箱ごと、箱ごと全部で。
はい、5940円になります。すいません、大きくなっちゃうんですけど。あ、はい、1万円で40円あるかもしれない。いつも小銭とさ、分けてるからさ、大きいやつの財布なんだよね。さっきもらったお釣りがあるから。じゃあ、こんな感じで。あ、はい、お願いします。1万40円はい、あ、じゃあ、もう応募用紙って足りるの？なんか応募用紙とかあるんじゃない？何口までって決まりがあったけど。え、どういうこと？なんかね、貼ってさ、応募するんじゃない？持ってる、何枚か持ってるよ。あ、じゃあ一応足りなかったらまたあれか、うん、もらいに行けばいいというか、行ってもらえばいいっていうか、うん、やる光、光れる光れる。じゃあここでワープしましょう。はい、あ、いいよ。ちょうどここだと月が映るよ。嘘、マジで。おお、すげえ。ちょっとさ、あれワープできない。あ、こっちで持ってりゃいいのか。うん、オッケー、なんでもないなんでもない。はい、で、さらなる。あ、でも11個って結構あれだよ、1個しかやられてないからな何笑ってんの。さらなる新品を求めて。はい、うわぁ、誰か俺探してるよ。サイレン鳴ってるよ。やばい、逃げないと。というわけで、今度はここのセブンイレブンにやってきました。はい、あるのかな。ただそこ見た時にないんだよね。今何軒目でしたっけ。何軒目、夕方の俺がソロで行った時の入れて、うん、入れずに、あ、ちょっと待って。これの赤い方の箱のやつだよね。妖怪ウォッチのお菓子とか食感とかの環境もお店に在庫が今出てるので気になってしまいます。なるほど、わかりました。すんねん、これでしょ。一番くじ、まだ開けてないけど、多分このポップも含めて俺あるんじゃないかな。じゃあこれ組み立てるんですか。え、ほら、これ組み立てないよ。立体になってるよ。いや、だからそのままにしとく。とりあえずうちの事務所の入り口にドガーンもうなんかこうドガーンってあるから一番くじのがやばいよ。ないって。じゃあ龍河様の旅はまだまだ続く。ワープしなきゃ。はい、行くぞ。いや、うわー、ここはどこ？どこですか？なんか手当たり次第の、手当たり次第セブンイレブン回ってるんですけど、はい、あの自転車ポンコツじゃん大丈夫？そのうちなんかガチャガチャとか言ってさ、バラバラになってたりしてね。そのこと言うね。そのこと言っちゃダメだよ。ないっすよ。
聞いてるやつがこういう箱に入ってる。箱に来た。入ってっちゃった。え？え？こんな感じなのかな、さっき。これさ、値下げ商品だから。こういう雰囲気のとこに来てなかった。失礼ね。失礼ね。失礼ね。デヴィ夫人じゃないんだからさ。これ大好き。うっさい。それ大好き。これ？その下こっちそれ乗る乗っちゃう。それ大好き。塩エンド、うま塩エンド。ダメ、それよく買ってる。ダメ、アミノ酸等と着色料入ってるからダメ。晩ご飯のおかずに出したりとかしちゃ、やめろや、そんなことすんの。今日なんか野菜少ないから野菜一つはこれねみたいな。これやばいな。これとこれだよ。すっごい美味しいの。ダメ。そんな子供をさ、ガキのうちからさ。野菜の一つがこれじゃダメ？ダメ。そう言うんだよ。見たろ今。見たろ。見た見た。ダメだよ。あ、もう来るよ。今週入ってこないみたいな。今週入ってこないってことはこれから入ってくる。今週入ってこないってことは多分。来週も入ってこない。来ないですね。ずっと入ってこない。はい、ガチャポンですよね。あの入ってる丸っこい、ま、長こんな感じの特急レンジャーとかじゃなくて仮面ライダーのやつ。それの仮面ライダーは多分入ってこない。入ってこない。はい、でした、ありがとうございます。ちょっとさ、今ね、俺期待しちゃったんだよね。ねえ、うん、なんか来週なら新品が入ってきますよ。いや、これ箱のやつって言われたから、ね、まだ奥にあるなと思って来たと思ったので、今週入ってこないってことは来週も入ってこない。それ一生入ってこねえ。はい、不思議な説明だね。次行こうぜ。まだまだちょっとまだしし、クロックアップ、クロックアップしていこう。はい、ワープしてクロックアップしていきます。はい、うわー、ここさ、うん、ありそうな気がしないよね。正直。いや、でもほらスーパーも近くにあるし、人がいっぱい住んでるそこかもしれないですよ。なんか、ほら、まあまあ、すごく駐車場も大きいし。そう、あ、本当に向こうにあるんだ。なんかいいとこかもよ。それすごい。これ今出てるだけで。そうなんだ。はい、これ去年のね、あの年末っていうか、あのお正月用に入ってた商品なので、これに入ってきて、一応今ここに出てるのだけになっちゃったんですけど、ちょっと前ので。これって発売日って実際はいつだっけ？これ入ってきたのが年末だったので、12月のクリスマスのちょっと手前ぐらいだったと。なるほど。クリスマスの商品がこうなくなる、はい、境でこう新しいのがまた入ってくるので、大体そのぐらいの時期に入ってくるような感じでしたね。今日はあのいろいろこう情報を載っけてる、仮面ライダーの情報を載っけてるサイトがあるんですけど、そこで紹介されたんですよ。あ、はいはいはい、それで知って。あ、そうですか。知らなかったみたいな感じで。早い人はやっぱりこう、なんて言うんでしょうね、やっぱりこう、まあ、お店の従業員さんのこと
ちょっと軽くつぶやいちゃったりとかすると、それでこうあの予約できますかみたいな感じなんですけど、大体お客さんがもう知るときっていうのはこっちもあの蜂を割らしちゃってるときなんで、もう数が大体入ってくるのはもう確定しちゃってるので、まあ知れちゃってる場合にはまああの例えば1ケース欲しいって言えば1ケース多く、うん、あのお店の陳列屋以外に多く発注することは可能なんですけども、はい、情報早い人だと私たちが知る前に知ってる人もどうやって知るんだと逆に教えてもらいたいぐらい早い人がいるので。なるほど、これあの上蓋がない、上蓋が、ね、ないね、ボタンお願いします。ちょっともないんですね。わかりました、申し訳ありません、ありがとうございます。はい、はい、綺麗なんだけど、うん、あのこうこうなってんじゃん、うん、あれ本当はこうじゃなくて、うん、ピーって上まであるんだよ。だから2個目に関してはちょっと本当に完全なる完全体が欲しいなっていう。欲張りですか？欲張りです。はい、まだほらあのラストじゃない。でも結構時間的にやばい。大丈夫？行くぜ。はい、はい、どうぞ。ねえ、これなんだろう。セブンイレブン仮面ライダーポイントキャンペーン。ん？おお、なんですか？すごい。ええ、これ、ちょっと待って、こうやってやったらわかる？はい、セブンイレブン仮面ライダースタンプラリーって、これあれじゃん、あの俺の名はチェイスとか言ってやってたやつでしょ。の何シール？そうです。おお、すげえ。おお、え、ドライブとあチェイスもいるんだ。これチェイサーもちゃんとで、ウィザードとガイムとフォーゼット、で何シフトカーもちゃんといるし、トライドローンもいるし、すごいねこれ。ね、うわー、え、いいの？うん、リュウナ様のためにありがとう。俺の名はチェイスで頑張ってきたのでやってたよね、うん、見て俺すげー笑ってたんだけどなんか始まったよとか思って、なんか面白かったよね。一番最後のお店はどこか分かりましたか？あれさ、なんとなく分かる、あれのトンのこっちでしょ。そうそうそう、でしょ。そう、こうあって行ってここのここだよね。そうそうそう、はいはいはい、やっぱそうだ、うん、ありがとう、ありがとうございます。回るの楽しかったです。本当に、うん、今日も回ってるけどね今日も回ってるけど、今日回ってるのにスタンプをしてないですね。そうだねシフト感に集中しちゃってんだけど時間的にはこれあと1件で、はい、終わりなんで、はい、じゃああとちょっと頑張りましょう。はい、先さ、うん、あのちょっとそこほら入りづらいじゃん、うん、ちょっと行ってきてもらっていい？あ、はい、じゃあ行ってきます。その間にあの止めてるから。はい、じゃあ一回止めます。ああ、やりますマジで？マジで？じゃあ行きましょう。本当に？どうしよう、この間に店員さんに箱が潰されてたら。ぶっ飛ばすよ、本当。ぶっ飛ばすよ、本当に。あの一番奥の店員さんに預けてきました。あ、財布持った？持ってる、オッケー。本当は持ってる。あ、なるほどね、はい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 。あ、ありがとうございます。来た、恵方巻き。ほら、恵方巻き、まあいいか。恵方巻き。一番奥で。はい。
上蓋どこにあるの？ほら、ちょっと折り曲げて上に。あ、マジだ。綺麗でしょ？え、ちょっと待って、ちょっと待って。綺麗ですね。来た。来た。ほぼ時間ギリギリに。マジだ。ほぼこれ以上は望めないなっていうぐらい。やべ、すっげえドキドキした。じゃあ、はい、おお、本当だ。エクサイト。エクサイトんだ。1個足りないから11個。おお、すげえ。弁当付き？え、珍しく塩おにぎりじゃなくて。弁当付きですか？弁当も食べちゃう？違うじゃん。俺じゃねえ。こちら箱どうなんですか？あ、箱も、はい、箱ごとください。今日何件回った？はい、はい。じゃあ、マイナーお願いします。はい、はい、あと60円でよろしいと思います。はい、じゃあまだ入れてください。じゃあポイントのやつはこっちで。あー、よかった。ありがとうございます。ありがとうございました。あれなんか食べなくていいの？大丈夫。すごいじゃん、うん、ほぼ完品でしょ、うん、もうね、うん、これ以上ないよ。もうあれはただ俺が言ってる未開封のやつをくっと切ったところのスタンスに一番近い。あー、おめでとうございます。ありがとうございます。しかもだって何、11個でしょ。だからほら、あっちの途中で買ったやつの微妙なとこあんじゃん、うん、あれにそれぞれが入ってれば、うん、もうそれでロットも揃うから、うん、まあ、あることを願ってって感じだけど、うん、ああよかったね。よかった。うちの社長がね、うん、いや無理だと思うよって送り出されるときに無理だと思うよっていう、普通に言われてたら。なんか今宇宙人来た。今なんか今宇宙人来なかった。ピラ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 、青白く光ってたと思う。しかも、いやー、じゃあこれ、じゃあ次のとこに、なんでもない、次のところにワープして次回に行こうって言うと、いきなりワーから始まるんだけど。いいよ、それにする。うん、いや、じゃあオッケーオッケー、なんとなく分かった、はい、See ya。